北村弁護士が指摘した一番悪質な人物とは、週刊新潮提起、なぜ新潮ではなく、女性側を訴えたのか。弁護士の北村春夫氏は8日に更新した YouTube 動画の中で、新潮が報じる前提としてその情報を伝えた人がいる。これは仮の話ですよ。仮に情報が嘘だった場合、皆さん誰が一番悪質だと思いますか？これはその嘘の情報を伝えた人なんですよね。と解説。やっぱり週刊新潮だな。話聞いてましたかね。